ビニョーラの建築の5つのオーダーに掲載されていた5種類のオーダーの版画、ジャコモ・バロッチ・ダ・ビニョーラは16世紀マニエリスムを代表するイタリアの建築家の一人、通称はビニョーラ。最高傑作としては、カプラローラのパラッツォ・ファルネーゼとローマにあるイエズ・ス会の教会であるジェズ教会がある。イタリアルネサンス様式を、 西ヨーロッパに広めた三人の建築家の一人とされている。モデナ近郊のビニョーラで生まれた。1520年頃に移住したボローニャで建築家になり、その傍らで絵を描いたり、造眼細工のパターンを描いたりしていた。1536年に初めてローマを訪れ、ウィトルウィウスの著書にイラストをつけて出版するという。 構想のもと、様々な古代ローマの神殿の図面を描いた。その後、フランス王フランソは一世に、フォンテーヌ・ブローに招かれ、そこで1541年から1543年まで、過ごした。おそらくそこで、同じボローニャ地方出身の建築家セルリオと、画家、フランチェスコ・ブリマティッチオに出会ったと思われる。イタリアに戻ると、ボローニャでパラッツォ・ボッチを設計。 1550年に、ローマへ移住して、教皇ユリウス三世のために働き、ビラジュリアなどの建設を手掛けたが、1555年に、教皇が亡くなると、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿、パルマ公オッタービオ・ファルネーゼ兄弟らファルネーゼ家に、抱えられ、パルマやピアチェンツァで、パルマコ宮殿、パラッツォ・ファルネーゼを設計、カプラローラで、別のパラッツォ・ファルネーゼも建設、ローマで、 イエズス会のジェズ教会を設計した。共に働いたミケランジェロは、ビ妙らラに大きな影響を与えている。1564年にミケランジェロが亡くなると、彼が設計して建築中だったサンピエトロ大聖堂の工事を引き継ぎ、ミケランジェロの設計に基づいて2つの小さいドームなどを建設した。1573年死去。1973年。 遺骨がパンテオンに移された。妻や子については分かっていないが、その子孫は、バロジーを短縮した、ロジーというせいで、アメリカに住んでいる。レデューレゴレデラ・プロスピティバ・プラティカ、1682、ビニョーラの作品としては、次のものがある。他の多くの建築家と、同様、ビニョーラは、サンペトロニオ聖堂のファサードの設計に応募している。他に、 バルダッサー・レペルッツィ、ジュリオ・ロマーノ、アンドレー・ア・パラーディオの設計もあり、2001年の展覧会でそれらが公開された。ビニョーラは古典建築様式の規則を定式化した2編の建築書を出版した。一作目は1562年に出版された建築の5つのオーダーで、5種類のオーダーについて、ビニョーラ自身がローマの古代建築物を計測して得た成果に、 基づいて、具体的な体系化を行っている。明快で実用的な内容だったため、その後数世紀にわたって最も多く出版された、建築史書となった。二作目は、死後の1583年に出版された、ドゥーレゴレデラプロスピティバプラチカで、二点投資よりも一点、投資を推奨する内容となっている。ありがとうございます。